皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日のテーマは映画です。映画チラシをお借りしまして、ネタバレなしの紹介と、そしてチラシの紹介をしていっているコーナーになります。本日はですね、前回ご紹介しましたダイハードの1作目に続きまして、その続編ダイハード2のチラシ、 及び映画の紹介をしたいと思います。はいで、こちらもですね。以前ご紹介したものと同じで、私があ確か中学生の時ですね。 えー、両親にですねその映画館のね阪急会館というね、まあ、神戸にあった建物があったんです阪急文化とか阪急シネマとかねその映画館の中建物の中にあったあシネショップというね映画グッズの品物を販売するお店がありましてそこで、えー、自分の好きなチラシをまあ買ってもらって、えー、さらにこういうラミネート加工をしてもらえるというものがありましたんでそうしてもらったもののチラシということですはいね、まあ ラミネートしてもらったからこそ今もこうやって綺麗に残ってるのかなという感はありますけどね。はい。ではね、行きたいと思います。えー、ダイハード2ですけども、前回のダイハード、ね、ジョン・マクレーン刑事ですね。ニューヨーク死刑のジョン・マクレーン刑事が、奥さんがいるね、西海岸のロサンゼルスの会社のパーティーに呼ばれていくわけですね。 でまあ、そこで、えー、楽しく過ごそうかと思ったところなんとテロリストに占拠されてしまいそのビルの中で、えー、古文を奮闘を格闘するという、まあ、作品でした。 それの直接の続編になりますね。はい。主演はブルース・ウィルスそのままですね。えー、この作品は映画館で見ました。で、またもう一つ思い出としては、えー、神戸大学という大学の映画研究会だったと思うんですが、えー、主催する、その、オールナイト上映会というのがありまして、えー、両親とですね、えー、見に行ったんです。で、その、 夜、たまたまテレビで、えー、ダイハード2がやっていて、さらに夜中、また夜通しで、えー、ダイハード2、ウー備、あとベンハーマーだったと思うんですけど、えー、それを、ね、見に行った記憶もあるんですけどね、えー。まあ、そんななんか縁のある作品でして、まあ、あのー、劇場で、えー、公開当時を映画館で見ました。はい。 うん。まあ、あの、本当に迫力のある作品でしたね。ダイハード人気というのが、えー、続編でも、あの、こう、どうでしょう,う、落ち、落ちていくことなく、さらに盛り上がったあ感じはありましたね。うん、えー。今回の舞台は空港ということになるわけですけども、まあ、簡単に言うと、えー、奥さんが今度は東、西海岸から東海岸のニューヨークへ、えー、来ると。 で、その、えー、来る飛行機を迎えに出迎えに空港に行ったんだけども実はそこでですねある事件がありそれに巻き込まれてしまうと奥さんが乗ってる飛行機も大変だっていうようなことになっていくわけですねまたまた古軍奮闘みたいなことですけどもはいで、えー、まずこちらがですねそのチラシになるわけですが見ていきますとはい、えー、また戦場へ来てしまった運の悪いやつと。 ススイイスダハード2ですねはいワシントン DC ・ダレス国際空港に非常事態発生テロ集団が航空管制塔を占拠昨日は完全麻痺パニックが続く空港内にまたしてもあの男がいたっていうね、はい、まあ死んでも死なないタフなやつみたいなあ呼び名がありましたけどねでまあ空港が っててっいうのなっていくわけけですけどもなかなかねあのリアルな状況もありましたけどもね。はいでえー、っとですねうん監督がですね、えー、レニー・ハーリンという方ですね。であのレニー・ハーリンというとですねまあ、本来はこれあの1作目がジョン・マクティアナン監督だったのでヒットしたので、えー、続投するということだったんだけども当時別の作品を撮っていたということがあり、まあ、この方に白羽の矢が立ったと。 で、このレニー・ハーリンさんというとですね、例えば、あそうですね、えー、ディープ・ブルーとか、あと、クリフ・ハンガーですね。非常に、えー、ヒット作、面白い作品を作られている監督さんでしたね。なので、この作品もね、本当に面白かったですね。で、えっ、ー、と、あとはですね、そうですね、マイケル・カーメンは続投ですね。それから、ジョエル・シルバーも続投ですね。 はい。マトリックスとか担当してましたね。で、この作品で出演者でね、おおっと思ったのは、このフランコネロさんですね。フランコネロ。フランコネロと聞いてピントをくる方っていうのはね、おそらく60年代の、えー、マカロニウエスタンを多く見られた方じゃないかなと思います。えー 荒野の用心棒、マヒルの用心棒、用心棒、えー、それから、そうですね、えー、ジャガーもありましたね。えー、から、フランコネロというと、ガンマン大連合かなうん。というふうにですね、とにかくそのマカロニウエスタンで、えー かなりあの名を成した方ですね、はい、その方が今回のこの作品でエスペランザ将軍だったかなっていう名前だったかと思います。確かエスペランザですよね。そうですね、エスペランザですね。はい、という感じですね。はい。で、えー、この映画だけはビデオではなく絶対劇場の大スクリーンでご覧ください。スケール、面白さ、迫力。 スペクタクル全て前作の3倍、制作費6000万ドルの超大作にということですね。うん。まあ、あの、以前ね、1作目の時にもお伝えしましたけど、ずっとシリーズを見ていく中で、でもね、やっぱりね、1作目が私の中で一番面白いんですよね。なんでかなって思うと、やっぱり映画の出来として、あの、建物のあの中だけというのがね、やっぱりその中で限られた範囲であれだけのものを作ったっていうのは、やっぱり面白い、勝った証拠かなと。 思いますね、で,で、うん、と今回舞台となるのはワシントン DC の国際空港だ現代最高のハイテク技術を結集し84カ国からジャンボ機が乗り入れ1万人の従業員完全を誇る警備と専用の警察力を備えた空港がパニックに陥るということですね。はい でえーまあ、あまり先は、ね、読まないようにするとして、ちょっと前半だけい、ね、きたいと思います、はい。マクレーン刑事はクリスマスイブでロスからやってくる妻、ホリーを迎えに、ワシントン国際空港に来ていた。吹雪で旅客機の到着が遅れ、彼はバーでスコッチを飲んでいた。すでにその時強狂心的なテロリストたちは空港警備員を射殺し、電波送信機を破壊。 恐るべき大虐殺の陰謀を開始していた映画はリアルタイムの58分間を大迫力で描き出すこの辺は24みたいな感じですね、えー、元米軍将校で反環境主義者として有名なスチュワート陸軍大佐を中心としたテロ集団が法廷で証言にやってくる南米の麻薬をエスペランダ将軍を空港で奪回しようとしていたのだと ということですね、まあ、その騒ぎに巻き込まれてさらに、えー、上空にいるその飛行機たちはですね、えー、この空港へ降りることができなくなるわけですね。すると何が起きるかというと燃料切れの問題が出てくるわけですねずっと飛んでられませんからね。で奥さんは空港機に乗っているどうしたらいいか奥さんを守るためにはこの事件を解決しなければいけないって、まあ、そんなことになっていって果てどうなっていくかと、まあ、そんなお話がこの第2作目でした。えー、非常にあの この作品も面白い作品で結果パート3で繋がっていきましたね。はい。ということでですね、えー、本日は Die h a 2の映画チラシのご紹介よびネタバレなしの映画紹介でした。えー、よろしければぜひご参賞ください。はい。えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。 それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。